体説は、脊索動物全般にわたって、肺発生時に現れる、中肺陽性の分節構造だが、本校では特に脊椎動物の大切について述べる。脊椎動物における大切プリミティブ、セグメントとは、肺発生において体幹に発生する、前後軸に分節した、中肺陽性の構造物のことを指す。すべての系統にわたって存在し、多少動物によって差はあるものの、 一般に、季節、近節、甲府詩へとさらに分かれた後、神秘や骨格筋、骨格や体幹の脊髄神経など様々な要素に分化する。脊椎動物の体の形態を決定づける上で、極めて重要な構造であると言える。脊椎動物の肺発生において、現状肝入により、外肺用、内肺用、中肺用の三肺用が分かれ、外肺用上皮から、 神経管が形成されると同時に神経管の腹側に前後軸に沿って伸びる中肺用性の積作が発生する。これら神経管積作といった正中を走る器官のすぐ両脇には中肺用のブロックが分節的に生じ、これを大切と呼ぶ。大切は主に3つのコンパートメントに分化するとされ、それぞれが特異的な発生を行う。その3つは表皮側から、 脊索側へ、順に、である。非接と近接を合わせて非近接と呼ぶこともある。他に、いくつかの動物では、後接の近接側に、シントムと呼ばれる領域が二次的に分化し、骨格と筋を結ぶ剣を形成することが知られている。で、観察されたものであり、動物によってはこれらが明確に観察されない場合も、多いようだ。こうした、大切事態の発生のみならず、 体幹における神経体細胞の移動経路や脊髄神経の走行などを決定するのにも物理科学的に重要な役割を果たしている。約33時間インキュベートしたニワトリハ体節形成の機構は古くから議論されてきたが未だに明らかでない部分も大変多い。そのような中で重要視されるモデルが1976年に 提唱されたクロックウェーブフロントモデルである。未分化なぞい軸中廃用に一定の周期を持った時計機構が存在し、それを停止させる機構が前方からやってくるために一定間隔で分節ポイントが生じるとしたものだったが、現在このモデルは分子レベルで説明されている。一三周目の排を輪切りにした断面。大切の三つの区分けを色で示した。節、青。 近接、代々、後接緑表皮や積作などの周辺環境からのシグナルの誘導を受け、大切は大きく3つの領域に分化する。3つの領域とは、外側から順に、季節、近接、甲府市である。季節は、大切の最も外側から分化する。主に体幹配側の神秘へと発生する。近接は、主に体幹の骨格筋へと分化する。 公説から脊椎骨が発生する過程を模式的に示したもの。緑色が公説。肩節は大切の最も内側から分化する。主に椎骨やあばら骨などの中軸骨格へと発生する。ありがとうございます。